はい、本編見てないけどなんか金座のパンフが欲しくって劇場に足を運びました週末です。しかもちょっと角が、ね、ちょっと折れててちょっとマジ今なんかダメな感じです。はい、今回はこちら、もうねこの後ろ姿もうちょっとぼかしちゃってるんですけど、でもわかると思うんですが、冴えないヒロインの育て方の、なんだろう、なんかイベントの本だったかな、とこのねもうすごいタペストリーがあるんですよ。開けてからのお楽しみでがあるので、その紹介ですね。あとねもう一つ窓マギのやつがあるんですよ。でアニプレックスで僕一緒に頼んだから日付ずれちゃったのかな、を買いまして、ちょっと一緒に見ていきましょう。え、あ、いいか。まずこちらです。お、すげえなこれ。え、アニバーサリーステージメモリアルブック、すげえ、めっちゃ金じゃん、もう黄金じゃん。はい、窓マギのねメモリアルブックだって。中身ね僕知らないで買っちゃったんだ。でこちらです。はーい、おーい、カメラよいしょ、ちょっとずれる、はい、カメラっつーかね、もうあれだよね、やっぱりなんか動いちゃうな。はい、止まったかな、ごめんね。でこちらですね、はい、もう冴えないヒロイン育て方のイベントのフィーネのやつですね。でもうね懐かしいです、僕も映画いっぱい行きました。ポンプは難しかったんですけどね、指揮者の。お、え、おお、子供の姿が表で、違うな、そうか、で大人の姿が、で加藤だけね振り返っています。イベントパンフですね。はい、これ通販で買ったんですけど、実際にそういうイベントがあったのかどうかちょっと僕分かってないんでね、すいません。でちょっとまあパンフの中身ね、ちょっときっとね見せたら大変なことになっちゃうので、本当にね、まあ感想になっちゃうのかな、ちょっとベタベタするね。よいしょ、はい、開けるのも難しいですね。こちらですね、ちょっと一回中身、え、なんかあ、すごい、ほらクリップっていうかフック引っ掛けるところが出てる、すごいね。お、なるほど、すげえすげえすげえってね、ほらこのなんだろう、この穴開いててこうなってるんですね。なるほどね、ほらもうほら、実は僕新編っていうかその劇場版見てないんですよ。だからね、イベントの本当にあれだね、なんだろう、イベントパンフです。このようにパラ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 ーとねなっております。声優のインタビューもちらほらある感じですかね。インタビューっていうか実際に話した内容かな、ゆうきさんとかね、あんまダメだよね、見せちゃうと思う作品の、そう、まあそんな感じです。 いろいろ載ってましたね。はい、このアニメ、はいです、10周年ね。はい、そしてこちらです。まあメインはこちらですよ、みんなみんなってか僕ね、窓マギをバカにするとかじゃないんですけど、こっちの方が分厚いんで、はい、開かないなで、ね、結構これ多分届いてから日経ってたのかな、もう段ボールがね山積みになってまして、山積みにするほどお金持ちとかいうわけではないんですけど、段ボールばっか場所取っちゃってね、やってます。結構僕そのお疲れ様本とかいろいろ本は持ってるんですけど、どうだろう今回はどんなものかな。はい、よいしょ、こちらです。すごいね、サラサラします、ちょっと見ます、軽く。あー、なるほどねちょっとね難しいな説明が。写真が3分の2占めてます、その声優のインタビューとともに。で、え、待ってよ、いや違うな、写真、そうだね、うん、インタビューとともにっていうか、なんだろうな、あれだ、あのアニメ雑誌みたいなアニメージとかさ、ニュータイプとかそんな感じかな。もう前半が、まあ、声優のなんか写真っていうかグラビア、グラビアって言っちゃうとあれだね、まず写真です、そのね松岡すぐさんとかその茅野愛さんとかね。で後半がまあインタビューですね。ちょっと難しいなこれ。あれはあとイラストとかねすごいよ。え、こんなのあったんだ、ちょっと、そう、まあ、ちょっとだけね、どこ消されちゃうかな、まあ、ね松岡さんのね写真があったりとかね、もう安野さんのね写真があったりとかで、後半はこのインタビューとかねなってます。はい、これいいね、見せちゃってるけど T シャツいいな、こういう T シャツ買ってもねその時にしか着れないんですけど、このことね、フィギュア出てたんですね、
でも8月ってきっと終わってるんでしょうけどねえねえって言って、はい、すごいな、マジで。で、多分開くとね、開くととか、この、なんだろう、よいしょ、こうね、こうなってるんですよ。はい、いいものです。はい、だから皆さんもね、まあ再販があるか分かりませんが、こういうものがあったら買いましょう、即決で。はい、内容が分かんなくてもね。はい、内容は別にね、ケチとかそんなに僕つけないので、てかもう買ったことが満足っていうかね、とりあえず持っておきたいみたいなあれなので、コレクター、コレクターって言っちゃうとキモいな、なんか収集のねあれが出ちゃってるんですよ。で、まあ僕買ったのパンフとタペだけなんですけど、一応タペストリーもね、これ B2 で B2 のん B2 で B1 とかあったし、あとメモリアルプレートみたいなアクリルボードみたいなやつもありました。それ2万円ぐらいするからね、僕買えなかったんですけど、ちょっと待ってね、親が来ちゃってるかな、大丈夫だね。はいはい、加藤のもう、はい、ウェディング姿です。ウェディングでいいのかな、これね、すごい。もう写真見た時ね、写ってないね、写真見た時僕びっくりしちゃって、なんだこれはと。もう大人かた加藤のね、じゃあ引きましょうか。はい、こんな感じで、おお、こんな感じになってます。もうすごくね、おう布はね、あのちょっとあの薄めっていうかダブルスウェードではないんですが、もうすごいね。ちょっとこれ後ろのこれ映っちゃってるね、よいしょ。はい、ちょっとむずいな。こんな感じになっております。もうすごい、ちょっとシワはね伸びるといいんですけど、加藤のこのね姿がなっております。もう花もねしっかり描かれてて、もうほら違う花もあって、もうほらなんだろうね、この胸の膨らみって言っちゃうとちょっとダメなんですけど、ほらもうね髪の毛とかさ、もうなんか本物みたいだけど本物じゃないからいいみたいな何言ってるんでしょうね。もうほら後ろのこのほらベールのさ、なんだろう、ベールも真っ白じゃなくて透明感があるというか、ちょっとね難しいです、説明が。見るとすごい。もうちょっとねこれ飾んないとね、もったいないね。飾ってももったいないけど、飾らないともったいない、逆にね。はい、でカノカリはですね、なんか DVD っていうかブルーレイが確か発売するんですよ。もう発売してたかな。で僕 Amazon で買おうと思ったら売り切れてて、そのイベントのブルーレイので、僕もそれもね、特典、店舗特典ないからってちょっと余裕ぶっくってたらちょっと大変なことになってたので、皆さんもねちょっと余裕ぶっこかずに買えるうちに買いましょう。はいね、いろいろ僕も最近後悔しちゃってるので、そういうので、はい、ということでね、まあ再可能とね、どっか置いちゃった、あのね窓マギのね、あ、まだこっちこうなった、窓マギのパンフを買ったぞという動画でした。ということで、アニプレもね、なんか直前で売り切れたりするので、余裕持って買った方がいいと思います。はい。ということで、まあ、再可能もね、終わっちゃいましたが、まだまだグッズとかね、その円盤が出るので、はい。一緒に楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。さらば。